それにしても暑いな。なんでこんなに暑いんだろう。セニョールさん、こんにちは。暑い暑いばかり言ってるから暑苦しいんですよ。セニョールさんだって運動してるとき汗かいても暑苦しくないですよね。原稿像さん、こんにちは。頭では理解してるつもりだけど、体が暑いと感じちゃっていて、さらには本当に暑いんだもん。じゃあこんな暑い日は得意の宴会部長を発揮して芸を披露していただけますか。そうだな、何がいいかな。今はそれを練習しているんですか。かっこいいじゃないですか。そうでしょ。1年前くらいの曲だけど、まだまだ盛り上がるよね。ちょっといきなり踊り出さないでくださいよ。ここは勉強する場所ですよ。ごめんなさい。そうだよね、ここは勉強する場所であって踊るところじゃないよね。そうですよ、前回は大声出しましたよね。でもセニョールさんからそういうところを取ってしまったら。ちょ、それどういうこと。お笑い担当ってこと。違いますよ、ムードメーカーってことです。セニョールさんがいるとこの研究所が明るくなりますよね。え、何この感じ。え、どうしたの。勉強で褒められたことあるけど、それ以外はいつも。え、そんなことより勉強しましょう。今日は前回学証券について勉強したので、今回は万が一の際にお子様やご遺族のために保険金を残す保険について勉強しましょう。展開早っ。でも勉強する場だから勉強しよう。遺族のための保険、それって死亡保障かな。そうですね、定期保険や収入保障保険といった保険で備えることが多いですよ。セニョールさん、違いが分かります。ん、定期保険とは一般的に保険期間を決めて、その期間中なら一定の保険金を受け取ることができる保険だよね。対して収入保障保険は決めた期間、毎月一定額がお給料のように保険金を受け取れる保険だよね。はい、保険期間を決めてその間の死亡リスクに備えるという点で同じようにも感じますが、受け取る保険金について考えると違いがありますよね。そうか、加入後も保険期間の終わる間際も同じ保障を受け取れるのが定期保険だよね。対して収入保障は、僕のイメージだと保険金額は加入当時と保険期間の終わる間際では減っていくイメージだよ。その通りです。2つの保険を図で表すと、定期保険は四角、収入保障保険は三角で表現されることがあります。なるほど、そうなると僕としては定期保険の方がいいな。そうですよね、お話を聞いてるだけじゃイメージしづらいと思います。その点富士スバルのスタッフは親切丁寧に分かりやすく2つの保険の違いを教えてくれますよ。そっか、やっぱりその話を聞いてから自分にはどちらの保険が合っているか決めるべきだね。そうですね、じゃあ収入保障保険について質問がある場合は。ちょっと待って、カス、富士スバルに行ってスタッフに相談すればいいんだよね。そうですよ、じゃあ早速富士スバルのお店に行って。いいじゃないの。ダメよ、ダメ。あ、違うか、また次回もお願いしまする。お安いご用です。